今回は明治時代の7回目についてお話しします。まず空欄ですね。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。今回は地方制度について勉強していきます。まず最初、1869年ですね。半年がかりであることが実行されました。それは何か。大名が持っていた土地、人民ですね、その土地に住んでいる人ですね、それを朝廷に返しました。それを何というか。答えは版籍奉還と言います。で、この版籍奉還を計画した人物ですね、政府のトップ2人います。1人は薩摩藩、1人は長州藩ですね。ではまずこちら、長州藩のトップとしてこの当時明治政府で活躍していたこの人物は誰か。答えは木戸孝允と言います。ではこちらですね、薩摩藩のトップとして明治政府で活躍していた人物は誰か。答えは大久保利通になります。で、この版籍奉還ですけども、まず4つの藩が先導して行いました。ではこの4つの藩いきましょうか。まずは薩摩、それから長州、それから土佐、それから肥前になります。いわゆる薩長土肥という明治維新で活躍した4つの藩ですね。で、この版籍奉還により藩主、大名ですね、読み方が変わります。どうなったか。答えは地藩寺というふうに改称しましたね。ただ地藩寺となってもこの大名の時とやることは変わりませんね。例えば愛知県の大名がいたとします。で、その愛知県の土地と愛知県の人は朝廷に返しました。で、名前も大名からですね、藩主から地藩寺に変わりました。でもそこの愛知県のトップでいることは変わりないんですよね。それが版籍奉還です。では次いきます。ここで劇的に変わります。まずこちらですね、薩摩、長州、土佐の3藩から軍隊を集めました。そしてこの武力を背景に実行しました。それは何か。答えは廃藩置県です。ここで藩を廃止して県を置きました、ね、ではこの薩摩、長州、土佐の3藩から集めた軍隊ですね、何というか。答えは御新兵と言います。で、ここで版籍奉還では藩主、大名は地藩寺としてまだその土地の支配者だったんですよね。で、ここで変わります。ここですね、地藩寺に代わり明治政府から役人が派遣されます。ですから簡単に言うと地藩寺はクビになりました、ね、ではこの地藩寺に代わり明治政府から派遣された県のトップですね、何というか。答えは府知事や県令と言います。ではここで補足です。この地藩寺はなぜ反乱を起こさなかったかということについてお話します。この版籍奉還では名前は変わったんですけども、その地方のトップ支配者であることは変わらなかったんですよね。でもここでは、ここです、地藩寺に代わりとあるので完全に役職を奪われてるわけですね。で、東京に呼ばれています。お前もうその地方の支配者じゃないよと、東京に来いということを言われてるわけですね。それに対してなぜ反乱を起こさないのかというんですけども、理由の一つとして江戸時代から続く藩の借金を明治政府が肩代わりしてくれたという背景があります。江戸時代日本中に大名いっぱいいましたけども、ほとんどの大名が借金まみれでした。皆さん覚えてますか。例えば薩摩藩ですよね、500万両の借金がありました。それを250年で返すとかめちゃくちゃなことをしていたんですけども、どの藩も似たり寄ったりなんです。その土地の支配者なんだけど借金まみれですよと。で、そこでこういう廃藩置県が行われるわけですね。お前もうその地方の支配者ではなくなるよと、その代わり借金を全部肩代わりしてやるよと。で、東京に来ないかと、生活の面倒見てやるぜと、そういう取引になるわけです。ですから藩の中にはこの喜んで分かりましたということでこの東京に行った
知藩寺、元大名ですね、もいたと言われています。で、この藩の数なんですけども、江戸時代は300ほどありました。それがこの廃藩置県で数がどんどん整頓されていきます。まず最初ですね、当初は三府302県でした。この府というのは東京府、大阪府、京都府ですね。で、それが次ですね、三府72県ですね、かなり減りました。そして最終的にはこちらですね、三府43県というふうになっています。これが廃藩置県ですね。では次ですね、三審法と呼ばれる法律ですねが作られました。そして地方行政制度が改変されました。ではこの3つの法規則ですね、確認しましょうか。まず最初が郡区町村編成法ですね。それから次が府県会規則、そして最後が地方税規則といいます。この3つを新三法といいますので、ぜひとも押さえておいてください。では最後ですね、ここです。1888年、90年ですけども、ドイツ流の制度が取られます。まず最初ですね、何かというと市制、町村制が取られます。そしてもう一つ、府県制、郡制が取られました。今回はここまでです。ありがとうございました。